はい、昨日ピンマイクを使っていろいろ喋って音声の状態を試してみるという動画を作りました。感触としては、そこそこ普通に喋れて耳障りじゃなくいいんじゃないかなという感じはしました。それで今日は天気も少し良くなってきましたので、外に出て胸元につけた状態でどの程度の音声が取れるか試してみたいと思います。特に風切り音とかノイズとかはどのくらい入るかはやってみないとわからないので、若干もしかしたら聞き苦しい点があるかもしれませんがご了承ください。あと、ちなみにこちらは全く違うマイクを使っています。たまたま押し入れを片付けていたら出てきた古いマイクなんですけども、使ってみてどんな感じになるのか、これも合わせて試してみたいと思います。こんにちは、シタロウです。台風も過ぎて曇りがちながらようやく晴れ間が見えてきた感じです。この3日間ほとんど外出られなかったので、今日は昼食、買い物がてら周辺を散歩してみたいと思います。今私が歩いているのは JR 新川崎駅付近、左手には湘南新宿ライン横須賀線の線路があって、その脇の工業地帯の道を歩いています。この付近は左手は住宅街なんですが、向かって右手の方はずっと大きい工場が並んでいて、私も以前ここを通勤使っていたりした道でした。夜とかはこの逆方向になるんですけども、武蔵小杉のちょうど高層マンション街が明かりが見えたりとか、工業地帯の明かりもついて綺麗な夜景を見ながら歩いて帰ってきたりしたもんです。左には線路沿いに新川崎ふれあい公園でしたか、長細い方向便、小さめの公園があります。今日は日曜日なので家族連れとか子供が多いですね。今私はこんな格好で散歩しています。マスクですとやはり歩いてると息苦しくなってくるので、ネックゲイザーというものを使ってます。スポーツ用品店で出たものなんですが、これだと若干息をしていても楽に感じます。特に夏場はこれを少し水に濡らして使っていたのでだいぶ助かりました。もちろん洗って再利用は可能なので、これはなかなかいい商品じゃないかと思います。今なんですけども、これそのレッグゲイザーの影で見えなくなってるんですが、この中にマイクがこんな感じでつけてまして、風防側にもなるという形で見えなくて、ただ今イヤホンして音楽聴きながら喋ってるんで、音質的にこもってないか大丈夫なのかよくわからないので、後ほど編集の時に確認したいと思います。ここ直線で割とこの辺にしては広めなので、よくランニングしてる人を見かけますね。
新川崎は川崎駅とはだいぶ離れてまして、むしろ電車で行くと横浜からの方が近いという少し偏僻な場所にあります。周囲にはあまり大きな商業施設等はありません。むしろペデストリアンデッキでつながっている JR 南武線鹿島田駅方面の方がいろんな店があったりします。ただ駅周辺には武蔵小杉同様大きなマンションもできつつあるので、通勤エリアとしてこれから発展していくんでしょうか。駅自体も少しローカル感がありますね。湘南新宿ラインとかで特急だったかなに乗ってると、ここ自体の新幹線駅って止まらないので、気がついたら通り過ぎて横浜に行ったってしまったみたいなことがよくありますね。この先にまた公園がありますので そこまで行ってみましょう。ここは新川崎創造の森というところで、公園と研究施設的なものが一緒になっている場所です。ここは K2 ハウスといいまして、関係者以外でも周辺の住民たちが予約すれば使えるような会議室があると聞いています。この公園は周囲にマンションも多いせいか、犬の散歩をしている方とかはよく見かけますね。
すっきりしない空です。雨上がりのせいか、風が多くてさっきから痒くてしょうがない。この辺からは公園エリアがありますね。今日うっかりしてジンバル忘れてきちゃいまして、一部 iPhone 手撮りで撮ってるんですけども、どんなもんでしょうか。はい、いかがでしょうか。後半少しバテてしまったのであまり喋ってなくて、マイクのテストにあまりなってないような気もするんですけれども、やはりネックゲイターが凝ってるせいか、どうしても盛り上がちの音になってしまう気がしました。もう少し位置を変えて声を出しやすくするようにした方がいいのかもしれません。そして今使っている古いマイクについては、また明日検証したり、詳しいことをお話しできればと思います。それでは今日はこの辺で、ご覧いただきありがとうございました。I can't deny you.